さんこんにちは、つらにぃです。あ、頭ボーン。いやもう毎回頭飛ばすの読みたいんだけど、もう全然めんどくさい。というわけで皆さんやってまいりました、畑ウィークー最終日ということで、今現在はじめ社長の畑の皆さんと一人ずつコラボしていくという一週間畑ウィークをやってるんですけども、本日最終日でございます。悲しい、ほんまに悲しい。結構これを機にね、登録してくれた人とか動画見てくれた人とかたくさんいてマジで感謝してます。でもそんな畑ウィークも今日で最終日でございます。よかったらこれからも YouTube 動画出し続けますんで、他の動画もね見てほしいんですけども、本日最終日なのに一人でオープニングを撮っております。つまりどういうことかと言いますと、どつきりでございます。最終日に誰にドッツキリ仕掛けるのっていう話ですよ。一人しかいないよね、はじめ社長だよ。ということで畑ウィーク最終日は、はじめ社長にドッキリというか検証をしたいと思います。題して、はじめ社長編集中なら何してもバレない説。というわけで、至ってシンプルでございます。まあ、静岡長期的にいる間に、社長も合間を縫って、まあ、僕と遊んでくれたりするんですけど、やっぱ忙しいから、編集しながら、たまにスマブラとか、ポケカとか、そういう感じでね、合間を縫って遊んでくれるんですけど、社長は編集中、めっちゃ集中してるんですよ。パソコンの画面はね、ずーっと見てるんですよ。だからこれ、社長が編集してる間なら、何してもバレないんじゃないかと思いまして、いや、絶対バレない。これね、マジでバレないの。もう、マジして。ということで、本日は、いつもみたいに遊んでる時に、絶対編集するタイミング来ると思うんで、社長編集合宿してる動画撮りたいですみたいな言って、カメラ回しながら、まあ、いくつかいろんなこと考えてるんで、バレるまでいろんなことやり続けたいと思います。なんで今後社長の編集邪魔しようと思ってる人はこの動画参考にしてください。というわけでね、つべこべかべこべ言ってても社長の編集は邪魔できないということで、早速やっていきたいと思います。レッツー社長の編集邪魔しちゃおう。お疲れ様です。お疲れ。久しぶりですね。久しぶりただな、つるに。いやー、ちょっと、久々にちょっと動画映ってほしいなと思って。あー、もう全然全然。編集するんですよね。うん、編集してます。僕夢があって、はい。社長と編集合宿したいんですよ。夏せんかった？夏したんですけど、いや、動画上に残したいっていう。あー、記録としてね。あ、そうです。なるほど、いいでしょう。ちゃんとなんか、いや、僕も YouTube10 年やってるんで、うん、ベテラン同士の編集っていうことで。なるほどね。たまにはしっぽりとね。あ、そうです。ちょっと若干時間がなくてな。あ、はい。全然もうやってる、やってて大丈夫。わかった。ちょ、マジ、はい、やってないよ、俺もう。なんか明るく、なんかめっちゃ綺麗。本当ですか？スルニの顔が。顔が？うん。美女図鑑出たことある？いや、あったよ。あ、そう。いや、一応ないんですけど。いやー、イケメンと編集なんて何でしょ。なんだ、嬉しい。また言ってる。違うな。音はこだわりますか。音一番こだわりねえ。いや、編集しようよ、それに。いや、編集しよう。当たり前じゃん。なんか、そんな。あんまりしてない。編集しますよ。あたりにその球が。イヤホンないんですよ、本当に。そっかそっか。いや、そっか。イヤホン。あ、イヤホンね。イヤホン。そうだよな。イヤホン探してるんで。ありました。え、何ですか。うん、ええー、ないや。そうだよね、集中しよう。スマホ20。ああ、スマホねー、スマホがねーなー。スマホどこ行きましたか。なんか撮ろうとしてなかった。いやいや、撮ろうとしてないです。え、物撮るみたいな企画だと思ってます、逆に。みんな、みんなやってるじゃないですか。あ、確かに。そんなやります、僕が。それもう本当に編集合宿夢だったんですよ。そうだよな、ね、はい。ただちょっとスマホが、ちょっと最後探しな。はい、どうする。こっちでない。もうないから。違う。慌ただしいんだから。いや、今ビーチボール使う動画の音楽どうすればいいんだ。うわ、イケメンすぎてやばい。あれ顔動かします。いやー、やめとこか。あれ、もう やるよ普通に。もうマジでやってください。また、そのもう邪魔できないんで。また僕も本気でやります。またいろんなこと起きすぎてんな。大
トイレ行こうかな。うわあ、お腹痛い。お腹痛い。トイレ行こう。変なの。いやー、今んとこ何もバレてないね。完全に怪しまれているが、まだ革新的なとこは疲れていない。ということで、もっと攻めたいと思います。こちら極激辛。社長の編集してる横で、多分極激辛食べてもバレないと思うんですよね。うまくごまかせばバレないと。まあ食べてるってバレても極激辛ってバレなければいいんで、ちょっと作っていきますか。これ人んちだから、ちょっとなんとお湯沸かす機械みたいなの、お湯沸かす機械みたいなのはちょっと今んとこなさそう。ほんと勝手にすいません。フライパン借ります。ごめんなさい。これで沸騰させましょう。その間に、これ時間かかりすぎたらバレるよ、これ。やだよ。いや、マジでやだ。マジでやだけど、社長は何にも気づかないから。もう社長が鈍感だから、仕方ない、これ。するに死んだ。よし、完璧だ。よしよし、ちょっと一回下戻るか。一回下戻る。大丈夫か。いや、大丈夫です。ガチの方。あ、ガチの方です。あ、いけそういけそういけそう。あ、いけそういけそういけそう。チンチン触って。いい？触っちゃおうかな。やばいよ、眠いよ、それに助けて。これ今日の動画ですか。今日の動画で、あと音楽で終わる。おっ、じゃあもうちょっとじゃないですか。そう、でもこの後すぐ東京行かなきゃ。ちょ、やばいですね。やばい、ちょ、お腹空いてきた。絶対なんかしてんだよな。あ、いや、いえいえ。いや、正直マジで編集合宿です。マジでって感じで住んでたでしょ。マジで編集しててください。本当に。はい、大丈夫。大丈夫です。本当に編集してるだけです。本当に大丈夫。本当に大丈夫。企画とかやってたら気づかないかもしれないけど大丈夫。いや、大丈夫です、大丈夫です。物盗むとかだったらマジでごめん。あ、物盗むじゃないです。物盗むじゃない。編集合宿減ってるとかでもマジで気づかないかも。はい、本当に大丈夫。マジで編集してください。いや、部屋のさ、家の部屋が多すぎて物の管理マジでできないから。いや、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。本当に。あれ、僕今井です。ああ、そっか。あ、マジで編集してる。分かった分かった。本当に大丈夫です。本当に大丈夫。ちょっとなんかお腹痛くなってきた。何してるんだマジで。てか誰だあの人。いやっべえ、バレさー。なんかしたらバレてる。なんかしたらバレてる。俺だってこんなしたくないよ。ちょっとだけ殺菌力をつけてあげます。うん。うわ、最悪や。やばいってマジで。問題はこれバレずにね、食べれるかっちゅう話ですから。食べきったら俺の勝ちよ、これ。押していきましょう。おー、イケメン。はい。おー、でも社長欲しいなと、欲しいって言うかなと思って。お、これマミー買ってきました。ありがとう。で、いいの飲んで。いいですよ、本当に。ありがとう、ありがとう。ガチやりましょう。ガチでやろう。いや、もう俺やってんだけど。これ美味しそうだね。ちょ、飲んでみんな。普通です。うん、マジでもうちょっとですね。いや、マジでマジで応援します。ありがとう。いや、応援じゃなくて一緒にやろう。本当でいい。いや、でもちょっとそのなんか見ていたいっていう。おい、大丈夫、コロナか。マジか。うん、マレフィセント。うん、うん、うん、デスソース飲んだ。あ、デスソース飲んだ感じになってるけど。まあ、いっか。あ、おお、どうした、どうした、どうした。ああ、ああ、気づいて。ミッケラペヤング食べてんの。ああ、あれだ。ああ、やばやばいじゃん。何してんのマジで。いいえ、締めよう締めよう。飲みに行くからエンディングしよう。ああ、マジで。じゃあ、あの休憩でください。いい。あの、何してたの。ええと、して編集するの社長なら何してもバレない説みたいな。おお、ちょっとやばいかも。大丈夫大丈夫。いやいやいや。
気づかなかったですよね。ちょっと待って、ペヤング以外まず気づかない。おいお前何やってんだ。やばいやばい。何したの何したの何したかだけ教えてやって。1個目が逆立ち。うわそれは気づかなかったの。2個目が、物盗む。おお。3個目がペヤングでした。あー、3つ目で気づいちゃった。はい、食べきろうと思ったんですけど、ちょっと予想以上に。おい、お前手が痙攣してる、もう。やばいやばい。飲み物の意味から編集しよう。いやーやめてー。あ、やった。ちょっと今すぐ話しなさい、口を。おい、もうそれ一回飲んでる。あ、はい。あらダメ。いやー、ということで社長はごく激辛を食べたら気づく。いや、俺じゃなくてもそう。全部移動させたいと思います。で、さすがに2メートルのものを部屋に入れるの扉が小さすぎて、むあーおーびっくりした。びっくりした。何してんの。